159を使用しているカラビニエリのパトロールカー159はアルファロメオが製造・販売していた自動車である。ヒット作アルファ156の後継者として2005年のジュネーブモーターショーで発表された。外観デザインは巨匠ジョルジェットジュージアーロとアルファロメオデザインセンターとの共同作業によるものでフロントフェイスは先立って コンセプトカーが公開されたアルファロメオブレラのイメージを色濃く反映している。歴史と伝統の縦型グリルを中心に左右に三連ライトを配した見る人に強烈なインパクトを与えるいかにもアルファロメオの作品らしい仕上がり。仙台156同様セダンに続きワゴンも設定。ワゴンは仙台に当たる156スポーツワゴンの後を次、 最も美しいワゴンと評された。156から大幅に車体、特に全幅が拡大されたが、ジュージアーロは、ブレラが大正しく魅力ある表現にするには、この車服が必要だった。と語っている。GM と共同開発された GM フィアットプレミアムプラットフォームが用いられ、これは常実のブレラも同様である。 当初設定されたエンジンはガソリンが直列4気筒の1.8、1.9、2.2と V 型6気筒3.2リットル。ディーゼルは直列4気筒1.9リットルと直列5気筒2.4リットル。日本では2.2と3.2リットルのガソリンエンジン2種のみが販売された。駆動方式はフロントエンジンフロントドライブを基本とし、 大出力の3.2リットル V6 には Q4 と呼ばれる4輪駆動が用意される。アクティブセーフティ面ではトラクションコントロール ASR エンジンブレーキ時のミサオやス性を保つ MSR ブレーキアシスト幅イブド付き ABS がスタビリティコントロール VDC に統合制御される。目新しいところでは坂道発進をスムーズにするヒルホールドシステムが搭載されている。 カラビニエリのパトカーや在外交換、艦長の専用車としても多く使用されているほか、アルファロメオが、トリノオリンピックのオフィシャルスポンサーとして参画した際、数十台のアルファ159が、組織委員会のオフィシャルカーとして提供された。2005年、ジュネーブモーターショーにて発表。2008年の一部改良で、内装、ダッシュボードが変更され、一部にアルミニウムを使うことにより、 約 45kg の軽量化を果たす。2009年に新型のガソリン直噴ターボエンジンを搭載した1750トビーと2.0リットルディーゼルを導入。2010年、1750トビー以外のガソリンエンジンを廃止。2011年にガソリンエンジンを廃止し、2.0リットルディーゼルのみとなった。親会社であるフィアットが2013年に登場する。 パンダの第3世代モデルの生産にあたり、ナポリにある工場の159の生産ラインをパンダ用に回収したことに伴って、日本をはじめイギリスなどの左側通行諸国向けへの販売が終了し、それ以外の国々でも備蓄された部品を使って生産が続けられた。ボディカラーは4色に絞られてた後生産を終了した。ありがとうございます。